もう少し。
るな。後で使うかも。雪で霞む骨のように白い不吉な考えだ。安息の地を越えた世界、オーリンを探し出して情報を聞き出さないと。襲撃者のこと、それに奴らのフォーカスのこと、私に似た女性のことも。なぜ私を狙う？オーリンはメリディアにいる。捕らえれば口を割る。死んだ人たちの償いをさせるんだ。
ああ太陽よ、君はノラか。今までノラ族なんて狩り場で見たことがない。狩人の館では。実に興味深い。ここで何を？ここでは機械の群れを相手にスタミナの腕試しをすることができるよ。君はやれるかな？できるはず。素晴らしい、いい意気込みだ。ずいぶん慣れ慣れしいな。ほら、あれだよ、自然の中に数週間もいれば寂しくなる。すっごく寂しいんだ。そこにお友達がいるだろう。ああ、彼は別さ。めったに口を開かないし、開いても面白いことなんて言わないのさ。また今度。腕試しはいつでも受けられるよ。
腕試しで力を証明するなら正々堂々とやろう。狩り場に行くまで弓を射るのはよしておこう。
かがんでいろ。楽しみが台無しだ。は、何？皆理由は様々。やむを得ず人を殺すのも理解はできる。部屋に急所を突かれたように涙を流す相棒がいた。山賊どもを狩る間中ずっと涙を流し続けるほどさ。人を狩るのか、傭兵か何かか。俺はニル。知っているか、争いのあるところに山賊ありだ。罪なき者に襲いかかり、目についた者を殺し、仲間同士でさえ。だがお前と俺で奴らを始末することも可能だ。どう思う？お前がいなくても山賊は倒せる。一人か、楽しいだろうな。大丈夫。お前が殺されたら、奴らがお前の頭蓋骨でつまらないものを作る前に俺が始末する。ほら頼むよ。日が沈む。警戒しないと。
続いて、もうちょっと。
上に何かいるのか。協力してくれ。油断するな。敵ってのは戻ってくるもんだ。こっちを見るなよ。
誰かのご存知。何もなし。なんかいたか。風で砂が叩きつけられて好きな景色だ。そうだ、まだこれからだよ。
手伝ってもらうぞ。誰しも部というものがある。申し訳ないが、
都に入る品物は全て検査させてもらう。バカバカしい。我らは善良な市民だぞ。どれだけ待てばいい。どうしろって言うんだ。せっかくの商品がダメになっちまう。ああ、じゃなら誰でも入れるはずじゃないのか。オセラムの商人に気をつけろ。オーリンがいる。どこかに。それにエレンドや試練の前夜に話した他の流れ者も。エレンドはメリディアンに来れば姉を紹介すると言ってた。ヴァンガードの隊長だったな。オセラムは北にある古のガラクタを溜め込んでるんだ。一体何に使うんだ。都は封鎖、殺人のようだ。これじゃ一月で一問なし。被害を被るのはいつも商人さ。家の通りじゃ昼も夜も建設作業が続いてる。止まれ。おい、お前、止まれ。先日の攻撃を受け、よそ者は検査に応じねばメリディアンには入れん。先日の攻撃？何があったんだ？ヴァンガードとエルサ隊長が殺されたことだ。赤の参道でシャドウカージャに奇襲を受けた。エルサ、エレンドの姉が死んだのか？なぜその名を知っている？知り合いだから、エレンドを呼んでくれないか？はぁ、ヴァンガードの新隊長エレンドともあろうお方がこんな流れ者にわざわざ会うとは到底思えないがな。アーロイ、おい生きてたか。てっきり死んだかと。おいお前ら道を開けろ。はるばるメリディアンまで俺に会いに来たか。飲んでたのか。ああ、いや少しな。で生きてたか。たくお祝いだな。俺のおごりだ。二人だけで話がしたい。力を貸してくれないか。よし来い。許可されますか。許可するに決まっているだろう。これからは彼女が望むままにここを通行させるように。わかりました隊長。これでもう邪魔は入らないぞ。話ってなんだ。エルサのことを聞いた。お前には特別な人だったろう。俺にとってみんなにとっても同じさ。いつも要領よくてあれこれ命令して頼りにしてた。俺があいつの代わりを務めないと。なのに俺と来たらただもがくだけ。私もある人を亡くした。育ての親を試練の時に。名はロスト。そりゃ気の毒に。いつも思うんだが、なんで人は苦しんでる人に自分の最悪の出来事を話すんだろうな。気が楽になるか。さあなぜだろう。まあいい。何か話したいことがあるんだろう。最後に会った日からいろいろあったんだ。試練の時襲撃者たちに襲われた。大勢が死んだ。爆発音が聞こえた時俺たちは村にいた。何人か義勇兵が戻ってきて参加者の多くが死んだって。ノラの民の悲痛な叫びと深い悲しみは忘れることができない。よく助かったな。問題はどうして私が狙われたのかだ。狙われた？どういうことだ。私が狙われたのはオーリンのせいだ。何を言ってるんだ。意味がわからない。オーリンを探さないと知っていることを聞き出す。あいつは俺の友だぞ。あいつは裏切り者だ。奴らの正体も目的もわからないが、間違いなくオーリンが関わっている。でも俺はそんな。お前が理解する必要はない。あいつのところに案内してくれ。今はいない。数日前にガラクタや遺物を漁りに行ったよ。どこにいるやら。あいつがよく行く場所とか知らないか。帰る場所とか。家ならメリディアにある。よし、案内してくれ。そこを調べたい。まあいいだろう。調べるときは俺も立ち会わせてもらう。オーリンの家を調べたい。すぐに。ああ、わかったって。行こう。
なにたくさんの人が同時に喋って理解できるのか。俺は無理。ただ飲むだけさ。あの女、まさか野良族。都に誰でも彼でも入れるようになったみたい。エル様、畑剣士だ。ラバードは一旦一気に宮殿に引き込まっているんだ。自分の目で。君は死を。エル様、畑剣士だ。ラバードは一旦いつまで宮殿に引き込まっているんだ。どうして王は拷問や虐殺を行った者たちを何年も野放しにしているのだ。エレンド、誰よりも復讐を望んでるはずだろう。血を分けた姉が殺された。それなのに野放しだぞ。あと一言言ってみろ、この役立たずのクソ野郎。この俺が牢屋にぶち込んでやるぞ。さっさと失せろ。出なきゃ俺が全員ぶっ飛ばすぞ。エルサが殺されたって一体。今はよせ。ヨラがたくさん死んだって。ジランヌ、それじゃあどうやって入るんだ。力づくか。なるほど。ほらここだ。物は壊すなよ。扉以外は。これすべて奴のものか。王宮につてがあると得するってことだろ。絨毯の端がボロボロだ。近くの床も擦れてる。下に何かありそう。なんでここにハッチが。問題はどうやって開けるか。鍵がなければ無理だ。それはオセラム製のハッチだからな。絶対開かない。それはどうかな。大きくて重そうだ。落とせば壊せるかもしれない。よし、押してみるか。さっき何も壊すなって言ったんだけどな。従えば生かしてやる。背けばこいつらの喉をかっ切って、照りつける太陽の下で死体を晒し物にしてやる。やつら妻と子を人質に。やつら、誰のことだ。襲撃者、従わなければ家族を殺すと。
に気をつけていたようだな。オーリンが契約書を読むことはあったが、詩を読むタイプとはね。間違いない。狙いが私だと知ってた。地図だ。記号はオーリンが行った場所だな。これが証拠。最後のページ、私に会ってから殺すようにって書かれてる。クソ、何が友人だ。裏切り者のペテンシメ。記号の読み方、どこで習った？それに、あんたが見てるそれ、どうなってるんだ？フォーカスだ。これで、見えないものが見える。オーリンのフォーカスも同じか？装置は同じものだな。ただオーリンと襲撃者は離れててもフォーカスを通じて連絡を取り合える。それに見ているものも共有できる。互いの目を通して見るように。襲撃者はそれであんたを見た。オーリン越しに。そう、きっとそういうこと。オーリンの居場所が分かった。そこに行かないと。たった一人で？大丈夫だ、一人の方が早い。待て、その装置でもし見えないものが見られるなら。エレンド、邪魔するな。手を貸してくれないか。お願いだ。エルサを殺した奴をシャドウカージャの兵士がやったってことは分かってるんだ。でも殺した張本人を知りたい。その気の毒には思ってる。でも私には関係ない。あんただって復讐のためだろな。部族を殺して自分も殺そうとした奴を追いかけてるじゃないか。あんただけが正義を貫ける。いいか、俺は赤の参道に行く。エルサの遺体がある場所だ。そこで待ってるぞ。少し調べてくれりゃ満足する。分かってくれよ。赤の参道だな。やるだけやってみる。太陽の光を浴びると何でもできそうな気分になる。オセランの娘が都の衛兵に応募してた。びっくりだよ。会わなきゃ損なの。見逃したらもったいない品だよ。あれが導きの塔。巨大だ。おい君、助けてくれ。千里眼なのだろう。助けてくれないか。早いか騙すからな。調子良さそうだな。オセラムの商人、臭いし、うるさいし、ひどい人混み。
むことなんて想像できない。これが終わる頃にヘトヘトだわ。この急戦はまるで箱に火がつくのを待つ、まあ、爽やかでやる気あるようには見えないわね。太陽の戦士が日が西へ沈んでいく。警戒しないと。
ロングレッグが来るぞ。太陽をたたえよう。
もらっておこう。さあやるか。よし、一人になった。まだここにいるはずだ。もう十分探したぞ。やり過ごそう。まずしっかり見張っておけ。気をつけろ。侵入者がいるかもしれん。もう持てない。Thank you.
もらっておこう。これがお前の狙いか。太古の機械にまた命を与えることがとても役に立つ力だぞ。地中に埋もれていた機械の悪魔どもがか。いや、これは悪夢だろう。悪夢か。そうだ、敵にとって最悪の悪夢が現実となる。そうだ、立て。じゃあみんな殺されちまうだろう。奴らが殺すのは我らの敵のみ。そして我らは大地を奪い返す。おい、フォーカスがおかしいぞ。周囲を探せ。侵入者がいるようだな。アーロイ、邪魔をして悪いが、こうするしかないんだ。誰だ。協力者だよ。フォーカスは無力化したが、いつまで持つかわからん。あとはお前次第。お前は誰だ。
あの娘が生きてる。殺すんだ。断る。死に拭いは自分でしろ。気づかないで。あの女がいました。兄弟よ、援護。あそこのあれ、何でしょう。
こっちです。狙いは俺か。わかってる。聞いてくれ。約束だ。全てを話そう。当然だ。私は誰かに似てるから殺されそうになった。私より年上で短髪の女、誰なんだ。俺は知らない。だが創造主の落日で以前画像を見つけた。あそこならわかるかも。遺跡で画像を見つけた？どこだ？扉があって、そこの隣の装置に女性の画像が入っていたんだよ。フォーカスに場所が記録されてる。確かに似てる。母親か？質問しているのは私だ。試練で私を狙った奴ら、何者だ？エクリプスさ。戦線士を気取ってやがる。カルトだ。シャドウカージャのな。シャドウカージャ？ああ、俺の知っているどのカージャとも違う。奴らは太陽を崇めない。奴らは悪魔を崇拝している。奴らの迷信などには興味ない。いや、あれは迷信なんかじゃない。あの悪魔は本物さ。名前もあれば声もある。あの恐ろしい声で命令を下すんだ。奴らが崇めるその悪魔の名前は？ハデス。そう呼ばれてる。ハデス。声を聞いたんだろ？一度だけ聞いた。あんたを見た時に。あれは骨まできしみ、内臓をえぐるような冷たく恐ろしい声だった。鉄の音だが、遺跡にあったものとも火事場の音とも違う。何と言っていた？システムが脅威を検出。たったそれだけ。恐ろしい悪魔の声で。エクリプスは私の他に何を狙っている？知らないよ。母ちゃんの内乱を考えると、アバードを倒して都を奪還するつもりかもな。じゃあなぜ私を狙う？そんなこと知らん。試練ではある男に殺されかけた。長身で屈強で死んだ目のヘリスだな。何者だ？三の死神。凶王の戦士だった男さ。死を呼ぶ者として恐れられてきた。凶王が死んでからはエクリプスを率いてる。奴はこの世で最も危険な男だ。お前はなぜ目をつけられた？なぜお前の家族を人質に取ったんだ？俺はタカリア。暗闇での物探しを得意にしてた。だから偵察に持ってこいだと思ったんだろう。創造主の落日で仕事して外に出たら奴らが待ってた。妻子を見た時は笑っちまった。奴はヘリスからの伝言を見せつけてきたんだ。笑いも凍っちまったさ。フォーカスを渡され、行動を監視されて命令に従った。メリディアに入れたのに、なぜアバードを狙わなかった？爪に土が詰まってるような奴は王と謁見などできない。だがエルサやエレンドとの会話はフォーカスを通じて全てエクリプスに聞かれてたんだ。警告なんてできやしない。もしバレたら俺の家族が殺されちまうんだ。
なぜエクリプスは古代の機械を掘り起こす、どうやって動かしてるんだ。解体すると思ってたが、奴らはそれを蘇らせた。残骸に何かの装置を接続して、それでハデスが囁くと墓から目を覚ます。前にそんな機械と戦った、まだいるのか。ああ、今日あんたが戦ったのはコラプターだ。だが他にもいる。もっと大きくて古代の武器だらけのやつが。そいつはデスブリンガーと呼ばれてる。埋まってるのしか見たことないが、これから先はどうなるかわからん。まるで軍隊でも準備してるようだな。そうならば世界は滅びるだろう。俺もそれに加担したわけだ。もう十分だ。そろそろ終わりにしよう。命乞いなんかはしない。だが情けがあるなら家族を助けてくれ。お願いだ。家族はどこに？フォーカスに記録が残ってる。いつも見張りがいるが、あんたなら一人でもやれるだろう。一生かかるぞ。お前が犯した罪を良き行いで償うには。俺に情けを。あんなことをしたのに。そうだ。新たな人生を歩め。より良い人生を。ならばこの恩を一生胸に刻み、俺は生きる。家族が囚われている場所へ行って私を待ってろ。お前が救う最初の命になる。情けには値しないが、命がけでそれに見合う人間になろう。あんたを待っているよ。捨てないと。弾がないと意味がない。